竜たちの前に現れた連邦とジオンの2つの青いモビルスーツ。この出会いは偶然なのか。そして戦いを終え帰還したユウの目の前にはその青いジムが立ちはだかっていた。困惑するユウの前に一人の男が現れ、その真意を語る。ユウ・カジマ君だね。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。この機体はブルー・ディスティニー。俺はブルーと呼んでいる。ブルー、お前の腕を見込んでこのブルーを任せたい。こいつは見た目こそジムだが全くの別物だ。ジェネレーター出力は通常のジムの 17% 増し、各関節の駆動系にも手を加え、運動性も 20% は上がっている。かなりのジャジャ馬だ。しっかり手綱を掴んでもらいたい。次の作戦ではこいつで大活躍してくれ。よろしくな、ユウ・カジマ中尉。中尉？中尉への昇進とともにブルーのパイロットとなったユウ。しかしそれはユウが運命の波に飲み込まれたことを意味していた。そう、逃れられぬ青の運命に。受け継ぐ者、それにしてもこの後に及んで U 注意だけ別行動っていうのは残念ですね。ああ、だってこれまでずっと一緒に戦ってきたんですから。サマナ、そりゃずるいぜ。何がずるいって言うんです？ユウの後ろに隠れてりゃ生き残れるっていうのかよ。そんなんじゃないですよ。じゃあ今はそんなことを言うもんじゃないぜ。あいつは今一人で戦ってんだ。あんな得体の知れねえモビルスーツに乗せられてな。すみません、軽率でした。ま、作戦が終わればまた一緒にやれるんだ。それまで俺たちも死なねえようにしないとな。はい。重要な作戦です。しかしこの敵ミサイル基地には旧世紀時代から貯蔵してあった核ミサイルがあるという情報が確認されました。もし核ミサイルがキャリフォルニアベースに向けて発射されれば、通常弾とは比較にならない被害が生じてしまいます。核兵器の使用は南極条約で禁止されていますが、この基地のミサイルが核兵器だと想定すると無視はできません。核ミサイルが発射されるまでにミサイルを全て破壊してください。了解した。それとアルフ大尉から話したいことがあるそうです。ブルーの
乗り心地はどうだ、ユーチュイ。降りるかね。今ならまだ引き返せるぞ。俺は降りない。お前にもブルーの毒が回ってきたようだな。まあいい、ブルーの機体性能はお前も知っての通りだ。だがそれだけじゃない。ユー、そこにスイッチがあるだろ。それがエグザムを最大限に引き出すスイッチだ。エグザム。機体の性能を最大限に引き出すシステムとでも言っておこう。いよいよの状態の場合、そのスイッチを入れろ。俺が許可する。俺にエグザムの実験をやれと言うんだな。俺は強制はしない。お前が必要だと思った時に使え。ただし機体だけは壊さんでくれ。わかった。ユーチュイ、もう一度お伝えしますが、ミサイル発射まで時間がありません。また現在確認されたもの以外にもミサイルがまだ隠されている可能性があります。厳しい任務だとは思いますが、ユーチュイならきっとできるはずです。必ず帰ってきてくださいね。了解。この声は。攻撃を開始する。今は目の前の敵を倒すだけだ。何なんだこれは。攻撃を開始する。
何？動きを読まれているのか？このままでは終わらん！そこだ！見逃してくれたらしい。いける！今は戦うしかないんだもの。やってやるよ、くらえ！覚悟！捕まえた！見逃してくれたらしい。反撃に出る！今は目の前の敵を倒すだけだ。Thank you.
しよう。急い。小賢しい俗物どもが思い知るがいい。度胸してるぜ、お前。
僕だってこれくらいは任せとけ。いくぞ出すもんか。くらいやがれ。ようやく本物の戦争らしくなってきたようだな。いける、この調子なら。Thank you.
の前期撃破を確認しました。さすがです、ユーチュイ。ユーチュイ、どうしました？大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。心配をかけてすまない。これよりキャリフォルニアベースに向かう。了解です。あまり無理はしないでくださいね。ありがとう。本当に奴一人でやったのか？はい、本当にすごいですよね。ユーチュイは連邦の英雄ですよ。本当にそう思うか、モーリンちゃん。何ですかその言い方、妬んでいるんですか？そうじゃねえ、俺はユウを心配して言ってるんだ。あの青いモビルスーツはどうもうさんくさくて信用できねえ。ユウだってそう感じていたはずだ。大丈夫ですよ、ユウチュイならきっと。あれはブルー、ユーチュイ。ユウ、本当にお前なのか？ああ、待たせたな。大丈夫なんですか、その機体は？性能はジムとは比べ物にならないほどだ。だがやはりブルーは普通のモビルスーツじゃない。ユウ、どういうことだ？俺にも詳しくはわからないが、こいつは自分が敵と認識したものは全て破壊するつもりらしい。なんだって？それ一体？お前も気づいたようだな、ユウ。ブルーの前のパイロットはシステムが暴走して友軍に襲いかかり死んだ。それってもしかして？そうだ、お前たちに襲いかかったあの時だ。あれはすまなかった。すまないで済むか、そんな危険なものに U を乗せやがって。だから俺はシステムが暴走しないようこうして実験を重ねている。だが U がそれを感じたということは今も暴走の兆候があると見ていい。 U、 今回は
これ以上エグザムを使わん方がいいだろう。ああ、そうするつもりだ。二人ともすまないが、そういうことだ。万が一の時はよろしく頼む。気にしないでくださいよ。ユー注意ならきっと大丈夫ですって。まあ、とりあえずは青い死神さんが味方についたんだ。戦局はこっちのもんよ。ユー、お前の分もちゃんと取ってあるからな。またあの声か。何？システムが勝手に。そこにいたかマリオン。私を憐れむ必要はもうないのだよ。マリオン。シュターゼ、それがお前の名か。ユウ、ユウカジマだと。貴様などにエグザムを操る資格などない。マリオンの力返してもらうぞ。ユウ、私をここから解き放って。マリオン、我が裁きを受けるがいい。消えてやる。落ちるがいい。この程度なら。反撃に出る。くらえ。私が奴ごときに屈するだと。今は目の前の敵を倒すだけだ。機体性能の差か。やったのか。